ケンタッキーフライドチキンが先月よりサンドと名の付いた商品の名称をバーガーへと変更し大きな話題を呼びました。そもそもなぜ KFC はこれまでバーガーではなくサンドだったのか。担当者はアメリカではあくまでもビーフをバンズで挟んでいるものがハンバーガーであり、それ以外はサンドイッチと呼ばれていた。その流れが日本にそのまま入ってきたと説明。しかし宅配注文の際のネット検索でハンバーガーやバーガーという検索では KFC のサンドが表示されにくいこともあってバーガーに変更したと話し、変更理由はデジタル社会と宅配業が確立された現代への対応でもあったと説明します。その結果 KFC のバーガーを知らない人にアプローチができ話題性もあって売り上げは上昇。ちなみに現時点でバーガーにチキン以外を使う予定はなく、 KFC としては国産チキンにこだわるということです。いやでもなんかサンドの印象あるんですけど、内山さんいかがですか。そうなんです、どうしてもやっぱりまだサンドのイメージがあるんですよね。やっぱりなんかチキンっていうとサンドっていうバーガーじゃないっていうイメージがあるんですけども、でも結果的には良くなってるわけでしょ。検索に引っかかったり、うん、上昇して、だからもうそれだったら今まだなんだろう、僕ら馴染んでないからしっくりきてないけど、いずれこれが馴染むのかなとは思いますけどね。月見バーガー、その目玉焼きを使ったものを月見バーガーって名称を変えただけで全然こう売り上げが変わるだとか、やはりそういうイメージしやすいっていうのは大事かもしれませんが、ケンタッキー以外にも名称の変更の波というのが今起こりつつあるようなんですね。中途採用を経験者採用としたり、育休を育業としたり、ニートをレイブルという名にしてみたり、あとは糖尿病もちょっと変わろうとしているそうなんですが、好きなものですよね。この食べ物でね、内山さん伺いたいんですけど、ライスカレーって、はい、カレーライスとは違うものですか。やっぱりなんかちょっと違うかな。なんかやっぱ先に来る方がメインになっちゃうんですよね。なんかライスカレーって、なんかご飯あってのカレーみたいな。まあカレーは、やっぱりなんかカレーあってのライスだからご飯だからやっぱカレーライスの方がやっぱ僕はしっくりくるんですけどね。でもなんかイメージするものはちょっと変わりますよね。うん、7、3かどうかだね、ルーとご飯のバランスね。でそういうその言葉の、ね、印象で違いますけども、健太さん、まあ、食べ物以外にもいろいろありますが、まあでも本当にやっぱりブランディングって大事だなと思うのは、それこそ一昔前までは出会い系サイトっていううさんくさい響きだったものが、今マッチングアプリって変わってるじゃないですか。そうですよね、当たり前にみんな使うようになってて、だからやっぱりリブランディングすることによって本質的な価値は変わってないのにものすごい違ったものに見えるってね、すごいありますよね。育業にはあの関わってましたよね。まあ、そうですね、はい、あの専攻の委員中一人でしたけど、まあ、これ変わってはいないんですよ。育休はやっぱり育児休業っていうのは、制度上の名前は育休のままです。これ育業はあくまで東京の愛称として、はい、皆さんが休みだとかっていう、まあ、ネガティブなイメージ持たれないで、あくまでなりわいというくらいに育児を考えましょうっていう愛称なので、変わったってわけじゃなくて、そういう変え方は多分愛称で変えていくっていうところはあるのかなとは思いますけど、でも例えばこのケンタッキーのも、まあ、物は変わらない、味は変わらない中で、便宜上をその検索に引っかかりやすいっていうことであれば、そういう便宜上に変えていくっていうのは、うん、いいと私は思います。むしろ、まあ、ニートとかそういう糖尿病とか、マイナスなイメージ、ネガティブなイメージを少しでも当事者が持ってほしくないと思って変えていくっていうのであれば、まあ、患者の方々がもね、こういうふうな不快感を持ってんであれば、ちなみに糖尿病変わったんですか。いや、これ変えたっていう声ですよね。糖尿病変えようかみたいな声もある、でもね、芸人さんも芸名変えてやっぱり売れたりとか、ああそれはね、まあ言ったらクリームさんとかもそうだし、一時そのトレンドありましたよ ね。ただそれ、あの時のトレンドの肝は、本人は望んでないか、不可抗力っていうなんかバラエティのノリがあったから、はいはいはい、なんか世の中もこうなんか乗りやすかったところもありますけども、サラダって響きはどこかこうヘルシーなイメージあるじゃないですか、はいはいはい、内山さんのサラダ、チキンサラダでしたっけ、サラダチキンでしたっけ、なんかそういうサラダの意味ってだいぶ広く使われてると思うんですけど、内山さんの中でサラダの定義って何かありますか。いやだからこれが難しくて、だって俺あのおせんべいのソフトサラダもあれ野菜入ってると思ってましたからね。
あれが全く野菜入ってないのびっくりしましたね。サラダ味とかも謎ですよね。そう、サラダ味って味で言ったら、だからそうなんだよね。だからやっぱり野菜がちゃんと入ってないと、やっぱサラダじゃないのかなと思うんだけど、だからなんかサラダ味って例えばポテチとかでもサラダ味みたいないっぱいあるじゃないですか。でもあれも調べたら野菜じゃないんですよね。まあまあ厳密に言うとあるかもしれないですけども、あなたは牛肉が野菜食べてると一緒みたいなこと言ってなかった？あ、そうです。牛は、あの野菜食べてるから、牛のお肉を食べれば、間接的に私は野菜を取ってると思って、この理屈はいかがですか？すごい分かる。だから僕も一時あのしゃぶしゃぶのことをサラダって言ってた時期ありました。あとはね、個人の見解です。まだまだ続きます。